皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。今日は小学校6年生の算数、分数の入っている文章問題、この解き方について説明したいと思います。分数が入っている文章問題ね、分数だとどんな式にしたらいいか迷っちゃう人がいるんですけれど、この分数の部分を簡単な整数に直すとね、あ、こういう式にすれば解けるんじゃないかなというのが分かりますので、今日は、ね、そこのところを中心に文章の、ね、読み方、解き方を説明してみたいと思います。では1番いってみましょう。1平方メートルから7分の5キログラムの米が取れる田んぼで、5分の4平方メートルから取れる米は何キログラムになるでしょうと、こういう問題ですね。これ7分の5キログラムと5分の4平方メートルって、この部分が分数ですけれど、この部分をね、簡単な整数置き換えて考えてみましょう。例えば1平方メートルからもし3キログラムのお米が取れるんだったら、例えば、4平方メートルだったらと考えるとね、あ、3×4 だっていうふうに分かりますよね。ね、面積が4倍になってるから、あ、できるのも4倍になるんだって分かる。ということは1平方メートルあたり取れる量かける面積という計算で問題が解けることに気がつきます。で、1平方メートルで7分の5キログラム取れるので、7分の5かける5分の4、こういう掛け算の式ができますね。で、7かける5、5かける4ですね。で、約分します。と、7分の4と、そうすると答えは7分の4キログラムと、このようになります。2番の問題も同じように考えてやってみましょうと、2番は4分の3メートルの長さで5分の6キログラムの重さの金属棒があります。この金属棒1メートルの重さは何キログラムでしょう。分数の部分2つですよね。1メートルを出すので、じゃあここの部分、簡単な数字、例えばここの部分3メートルで、6キログラムの金属棒だったらと。ね。じゃあ1メートルはっていうと、あ、この重さをこの長さで、6÷3 であれば1メートルの長さが出、あ、重さが出るということが分かります。分数でも同じですね。この重さ割る長さ、つまり、5分の6割る4分の3という計算ですね。これは、逆数を使って掛け算に直したんですね。5分の6かける3分の4と、5×3、6×4 とこうなりますね。で、1で2ですね。と、5分の2子が8と。で、1メートルの重さは5分の、答えとか忘れました。答え、5分の8キログラムと。ね。このように、整数に分数の部分を置き換えると、あ、何算だというのが分かりやすくなります。同じように3番もやってみましょう。2と5分の2メートルのテープを10分の3メートルずつに切ります。10分の3メートルのテープは何本取れますかと、こういう問題ですね。分数2と5分の2メートル、もともとの長さ2と5分の2メートル、これを10分の3メートルずつ切っていくんですね。ですから、例えばこれ、元のテープの長さ20メートル。これを、例えば4メートルずつに、ね、切る。何本取れますかだったら、20メートルの中に4メートルがいくつあるかと調べるわけです。そうすると、20÷4 と、元の長さ割る、ね、1回に切るテープの長さ。20÷4という式が出てきます。分数の場合も同じです。元の長さは2と5分の2メートルですから、2と5分の2割る10分の3と、
こういう式ができます。これ対分数ですから、対分数2と5分の2を過分数に直しますね。過分数に直すときにはこの整数の部分かける分母、その答え足す分子でしたから、2×5=10、10+2=12 ですね。掛け算にすると逆数の3分の10になります。5×3 と 12×10、 ここで約分しますね。12と1で、4となります。で1分の4人が8ですけど、1分の8というのは8でした。でここ8です。ですから答えはこれは8本というふうに求められます。とよろしいでしょうかね。分数が入っている文章問題、この分数の部分を簡単な整数に置き換えて、ね、簡単に計算できる整数に置き換えて考えてみると、このように、あ、何算だということが分かりやすくなります。皆さんはどうぞこの動画を参考に教科書やドリルの問題に取り組んでください。今日も最後まで見ていただいてどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。